待たせたな諸君。今回はバイオハザードのとんでもないぶっ壊れ要素9000を紹介していくぜ。ぶっ壊れ要素ということは無限ロケランは出てくるでしょうね。一体どこで出てくるのかな？それじゃあ、ゆっくりしていってねトップバッターは、無限ロケットランチャーだ。いやいや、出番早すぎでしょ。無限ロケランって誰もが使ったことがある無双武器でしょ。後半に登場するならともかく、一番最初はないわー。まあ、落ち着いて聞いてくれよ。確かにジルの言う通り、無限ロケランはバイオの定番になっている隠し武器だ。初代バイオの頃からあるし、ロケランぶっぱ無双は誰もが通る道だろう。雑魚敵に限らず、時にはラスボスですら一撃で葬る非常に頼もしい武器だ。じゃあなんでこの順位なのさ。それは作品によって性能が変わってくるからだ。ジルが使っていたロケランは、初代バイオ、そのリメイク作品、バイオ3、RE3、そしてリベレーションズの無限ロケランだろ。今ゴリスが言った作品はどれも私が主役の作品だもの。ゴリゴリ使っていたわ。この5作品に登場する無限ロケランは、すべてのロケランの中でも強い部類だ。だからジルは知らないかもしれないが、中には無限ロケランなのに微妙じゃね？ってちょっと残念な性能のロケランがあったんだよ。そう言っても、ボスを倒すのに数発必要とか言いたいんでしょ？それぐらいだったら誤差よ。バイオ3のネメシスだってロケランを使っても逃げつ傑作だし。それはどうかな？何これ？連射速度は速いけど雑魚敵すら一撃で倒せないなんて。ジルもわかったと思うが、作品によってはここまでロケラン自体の性能が変わってくるんだ。もちろん強い武器ではあるけど、ロケランに求められている性能かと言われたら、ちょっと違うよな。これはちょっとな。それから、今から紹介していく奴らはさらにぶっ飛んでいるから、無限ロケランがこの順位でも納得してくれる人は多いと思うぜ。第8位は、デイライトだ。デイライト？あまり聞き覚えのないものが出てきたわね。このアイテムはバイオハザードアウトブレイク。ジルがラクーンシティを脱出しようとしていた時に、一般市民が何とかして街を脱出しようとあがくゲームに登場するんだ。一体どこがぶっ壊れているのかしら？デイライトは簡単に言えば、Tウイルスの特効薬だ。これを投与するだけで、Tウイルスに感染しなくなるんだ。正確には感染してもゾンビ化するといったウイルスの症状が現れなくなる、といった方がいいだろう。バード博士が作っていたワクチンと同じようなものね。もしかしたらそうかもしれないな。意外かもしれないが、Tウイルスは空気感染することもある。俺やジルのように、遺伝子の相性によってはウイルスに感染してもゾンビ化の症状が現れない人もいるが、その割合は10人に1人という少ない割合だから、多くの人は発症してしまう。だから、アウトブレイクに登場するキャラクターはラクーンシティにいるだけでウイルスの感染ゲージが溜まっていき、100% になるとゾンビ化してしまうんだ。確かに敵クリーチャーの攻撃を受けている時以外でも、勝手に溜まっているわね。そこで登場するのが特効薬デイライトだ。デイライトはラクーン大学の教員だったピーターという男が開発した特効薬で、B ベース密閉、V ポイズン、T ブラッドの3つを合成することで作られる。デイライトを摂取することで、それ以降ウイルスの感染ゲージが上昇しなくなる他に、体内に存在するウイルスすら撲滅する凄まじい効果がある薬だ。それはすごいわ。しかも薬として活用すること以外に、Tウイルスに罹患しているクリーチャーへ投与すると一撃で倒すこともできるぞ。私がラクーンシティにいた時にデイライトがあったら、もっと簡単に街から脱出できたでしょうね。強力な効果があるからこそ、デイライトを摂取したか摂取していないか、デイライトを持った状態で脱出したかといったように、デイライトの有無でエンディングが大きく変わるのもアウトブレイクの特徴だ。摂取して脱出すればいいが、もしもデイライトを使わずにクリアしてしまったら、最悪の結末を迎えることになる。第7位は、体術だ。体術って殴ったり蹴ったりするあれでしょ？突出して壊れているものはなかったと思うけど、実は体術の中にはぶっ壊れと表現していいものがあるんだ。これは知っていることだと思うけど、体術は種類ごとに相手に与えるダメージが決まっている。例えばバイオ5で俺が放つ渾身のストレートクリスパンチは、400のダメージを相手に与えるな。出たわね、ゴリスの一撃。クリスパンチって言っているじゃないか。特殊な魔人を除けば、500から2000の体力がある魔人相手には十分な威力を発揮すると言っていいだろう。しかし、中には問答無用で相手を即死させる体術が存在するんだ。それって、めちゃくちゃダメージが大きいとかじゃなくて？まあ、バイオ4でレオンが使う必殺の肘みたいに与えるダメージが9999みたいなのもあるかもしれないが、俺が紹介しようとしているものはどれも即死技だ。最近だったらハンクの処刑が一番想像しやすいんじゃないか？首の骨が折れたら致命傷では済まないでしょうね。クラウザーの変身を体術に含めていいのかはちょっと疑問だが、プラーガによる攻撃はどんなクリーチャーでも一撃必殺だから、十分チートと言えるだろう。他にはバイオ5における俺のネップツイスト、シェバのサイレントナイフ、ジョッシュのスープレックス、エッセラのウロボロス、
そしてジルの首ひねりが即死技だ。確かにあれは頸椎をへし折った手応えがあるし、あれで死なないと逆に困っちゃうわ。というか、エクセラは兄にウロボロスをばらまいて大丈夫なのかしら？ウエスカーもびっくりの大災害になるんじゃ。気にしたら負けだ。それ以外にはリッカーベータの心臓にナイフを突き立てるハートアタック。シェバのフィニッシュ体術ヘッドバスター、ジョッシュのフィニッシュ体術大外狩りも即死技になる。意外とバイオ5に即死体術が多いんだねー。他にはバイオ6での地形を利用した特殊体術や、コーナーアタックが即死判定になっているぞ。クリティカルが発生したら即死になるものもあるな。バイオって敵の即死攻撃に目が行ってしまいがちだけど、私たちの攻撃も理不尽なものが多いんだね。もっとも、銃すら持たずにナイフと拳だけで全てを破壊するゴリスほどじゃないけどね。装備を持ってこなかっただけなのに、なんでこんなにボロクソに言われなくちゃならないんだ。第6位は、スペシャルカードだ。このアイテムはバイオ7のミニゲーム、21で使うことができるものだ。21の考案者がルーカスだったせいか、バイオのミニゲームでも珍しく銃とかを使ったアクションがないんだよね。ルール自体は簡単で、カードに書かれた数字をより21に近づけた方が勝ちになる。でも、ただカードを引くだけじゃ運ゲーになっちゃうから。特殊な効果があるスペシャルカードを駆使して相手を出し抜いていく、高度な頭脳戦が展開される面白いミニゲームだ。スペシャルカードには特定の数字を引くドロー系や、相手が引いたカードを戻すような妨害系。条件になっている21を24に変更するみたいな特殊なものまでいろんなカードがあるんだ。人を選ぶ内容だけど、ファンの間ではオンラインでの対戦を望んでいる熱狂的な人もいるぐらいには人気コンテンツになっているね。だが、中にはぶっ壊れと評価されてもおかしくないものが混じっている。それらの多くは最初から使うことができず、特定の条件を満たさないと使えないものが多いが、条件付きな分、反則級の効果があるぞ。例えばどんなのがあるの？カードを使ったら確定勝利とか？さすがにそこまでチートなものはないけど、このラウンドを無効とし、次のラウンドを開始するというカードがあるぞ。敵限定で。敵もスペシャルカードを使うのね。その効果も結構ぶっ壊れているような。スペシャルカードの中には、相手が最後に場に置いたスペシャルカードを取り除き、さらに場に置かれている間、相手のスペシャルカード使用を封じる。というデストロイダブルプラス。山札の中から一番いい数字のカードを引き、さらに場に置かれている間、相手の掛け数を5つ増やす。というパーフェクトドロープラス。場に置かれている間、スペシャルカードを使うたびにスペシャルカードを1枚引く、という効果があるハーベストとかが、特に強力なスペシャルカードだな。これらってプレイヤーが使えるカードなんでしょ？ぶっ壊れにも程があるわ。敵だってずるいカードをいっぱい使ってくるぞ。自分のスペシャルカードをランダムで1枚捨て、相手の山札から一番数字の高いカードを引かせるというカース。場に置かれている間、互いの掛け数が100上がる。また、相手はカードを引けないというデスペレーション。自分のスペシャルカードを半分捨てて、山札から一番いい数字を引く。さらに場に置かれている間、相手の掛け数を10増やす。という効果があるブラックマジックとかな。なんなのよそれ。もうチートよ。チーターでしょ、そんなの。とにかく、プレイヤー側も敵側もバグっているスペシャルカードというわけだ。どっちも強力な分、ある意味でバランスは取れているのかもしれないな。第5位は、カスタムパーツだ。ということはリベレーションズシリーズね。バイオ作品では武器を改造する方法として、金を使って武器自体の性能を高める方法と、外付けのカスタムパーツを装着することで武器を強化する2種類がある。今回はジルが言っているように、リベレーションズシリーズでのカスタム方法だ。カスタムパーツには武器の攻撃力を上げたり、装弾数を増やす一般的なものから、ショットガンの拡散範囲を変えたり、チャージショットができるようになる特殊なものまでいろいろあるのよ。メインストーリーでもカスタムパーツは存在していたが、レイドモードには思わず目を疑ってしまうような超強力な違法カスタムパーツがあったんだ。リベレーションズ内でも特に強力なカスタムパーツは、グラトニー、オートリローダー、フルバーストだろう。オートリローダーとフルバーストはその名前通りの効果で、オートリローダーをつけた武器はリロード不要になって、フルバーストは一度の射撃で全弾撃ち続けるようになるわ。そして、グラトニーは弾薬がなくなった時に他の種類の弾薬を消費するようにするカスタムパーツね。例えばショットガンの弾がなくなったら、ハンドガンの弾を代わりに使うようになるんだ。まあまあ常識外れの効果だが、ゲーム的には面白い性能と言える。そして、リベレーションズ2にも独自のぶっ壊れなカスタムパーツが存在していたんだ。それは誘導弾。文字通りこのカスタムパーツをつけることで、弾丸が自動追尾するようになる。つまり、正確に狙わなくても弾が当たるようになるってことね。一つだけ欠点があって、スリンガーのようなレベナント系の敵は、弱点のコアに攻撃しないと倒すことができないんだ。誘導弾では逆に狙った位置に攻撃できなくなるからスリンガーを倒せなくなるけど、
誘導弾の他に火炎弾をつけることで問題は解決するぞ。火で炙ることによってレベナントを倒すことができるってことね。この二つの属性弾を組み合わせることで、プレイヤーは目標をセンターに入れずにスイッチするだけで、簡単にクリーチャーを倒すことができる。目標をセンターに入れずにスイッチ。目標をセンターに入れずにスイッチ。いけ、ジル、誰かのためじゃない、お前自身の願いのために。それ14年後のあなたに殺害予告されるじゃない、絶対に嫌よ。第4位は、バイオ4でアシュリーが着ていた鎧だ。まあ鎧は壊れないけどね。壊れないことがぶっ壊れ要素だ。レオンは大統領御令嬢のアシュリーを救出する目的で、ヨーロッパの固い中に足を運んだ。救助自体には成功するも、アシュリーは戦う能力がないからレオンは彼女を守るために頑張るんだよな。アシュリーと一緒に行動するときは細心の注意を払っていたわよ。だが、コスチュームの中にはアシュリーが甲冑をまとうものがある。この鎧はめちゃくちゃ頑丈で、敵の攻撃をすべて無効化できる。どんなに攻撃しようと無傷だし、たとえロケランが直撃しても死ぬことがなくなるんだ。鎧が重すぎてガナードが割合としても失敗するようになるしね。要はアシュリーを放置しても大丈夫になるから、ゲーム性が完全に崩壊すると言っても過言ではないくらいヤバいコスチュームなんだ。当然 RE4 にも鎧はあるのよ。RE4 でもバイオ4時代と同じ効果があって、無敵のアシュリー伝説が始まるかと思ったが、レオンとアシュリーが離れすぎるとガナードに担がれた時点で連れ去られて、ミッション失敗になってしまうんだ。護衛対象をほったらかして好き勝手に行動するのはリアリティに欠けるし、当然とも言えるわ。ムービーの使用上仕方ないが、鎧を担ぎ上げる怪力ガナードの姿を見ることができる。バイオ4時代からやり込んできた人にとっては衝撃映像だな。トップ3に選んだのは、弾薬無限だ。作品にもよるが、どのバイオでも基本的に弾薬が無限になっている武器が登場するな。第9位では無限ロケットランチャーが出てきたけど、ロケラン以外にも無限武器はあるの。中には隠し武器以外の普通の武器でも無限化できるわ。やり方は作品によって変わってくるし、隠し武器にしか無限しようがなかったりするがな。まずはオプションによる武器の無限化だ。バイオ5やビレッジなんかは、武器をフル改造した後にゲーム内で獲得できるポイントを使うことで、その武器の弾薬事情を無限化できる。あとは無限使用のオンオフで簡単に無限使用武器を使うことができるぞ。手榴弾のような特殊な武器を除く全武器を無限化できるから、夢があるね。もっとも武器の改造費や無限使用にする必要なポイントは膨大な量だから、やり込みが必要になってくるけどな。武器の改造こそいらないけど、バイオ6もスキルポイントとの交換で武器を無限化できるみたいね。他の方法は無限弾というアイテムの存在だ。バイオ3やバイオ7ではアイテムとして無限弾というものがあり、それを使うことで武器の弾薬をフリーにできる。バイオ7では無限弾薬をアイテム欄に持っているだけで全武器を無限化できるが、リモコン爆弾だけは無限化しないから注意したい。そのせいかエンドオブゾイでは無限武器という名前に変わっていて、スパイクボムとかも無制限になっているね。俺が主役のノットアヒーローでは無限弾という名前だから、3つのモードすべてで名称が異なっているな。バイオ3だったら、ヘビーモードの2周目以降に街を徘徊しているネメシスを7回倒すことで、無限弾というアイテムを手に入れることができるわ。街を徘徊しているというのがミソで、時計塔中には線のような強制戦闘は対象外になってくる。懐かしいわねー。エピローグファイルを集めるために周回していた時は、毎回違う武器を無限化していたわ。マグナム、強化 M92F、イーグル 6.0、強化ベネリ M3S、ウエスタンカスタム、グレネードランチャー冷凍弾、マインスロアーを無限化させていたわよ。みんなはどの武器を無限にしていたかな？ぜひコメントで教えてほしいわ。他にもバイオ3ではミニゲームで$9,999使うことで全武器を無限化できた。バイオ0も同じ仕様で、ミニゲームでヒルノオブジェを100個集めてクリアすると、全武器が無限化されていたな。でもこんなもんじゃない？他にやり方はもうないでしょ？実はもう一つだけあって、隠しコードだ。バイオ2のデュアルショックバージョンでは、設定画面で R1 ボタンを押しながら四角ボタンを10回押すと、すべての武器を無限化できるんだ。急にうさんくさくなったけど、これってガチなのよね。隠しコードなんて存在は昔のゲームあるあるって感じがするが、RE4 でも隠しコマンドが内蔵されているから、現役の小ネタと言えるな。トップ2に輝いたのは、コンプリートディスクだ。あら、これまた懐かしいものが出てきたわね。初代バイオのディレクターズカット版、デュアルショックバージョンにはコンプリートディスクと呼ばれるものがセットになっていた。このディスクだけではゲームを遊ぶことができないが、その代わりに強力なデータをメモリーカードに記録できるんだ。メモリーカード、今の子供たちには伝わらないでしょうね。データの内容は全ての隠し要素が解放されているデータだ。初代バイオ、ディレクターズカット版、バイオ2、バイオ2のデュアルショックバージョンの4種類が用意されているぞ。具体的には隠し武器と隠しコスチューム、ミニゲームになるわ。
最初から無限ロケランをはじめとした強力な隠し武器を使えるんだから、ゲームバランス崩壊必至の内容だ。だが、今となってはコンプリートディスクという存在自体を知っている人は少ないだろうな。そもそも初代バイオを遊んだことがある人が少ないんじゃない？バイオの原点だからぜひとも遊んでほしいぜ。コンプリートディスクを使って強くてニューゲームだ。記念すべき第1位は、PRL412 だ。うん、知ってた。こいつはとんでもない武器になる。バイオ誌、いや、ゲーム誌に名前が残るほどのぶっ壊れ武器だ。この武器はバイオ4で使うことができる隠し武器だわ。寄生体の強烈な光に弱いという特徴を利用したユニークな武器で、レーザーを照射して寄生体のみを殺すことに特化した武器よ。理論上は寄生体にしか効果がない PRL412 だが、ゲーム内では攻撃判定があるほぼ全てのオブジェクトに効果が及ぶ。木のドアとか、金属の壺とか、家畜の牛とかも容赦なく破壊する凶悪な兵器だ。画面に映っている全ての対象物にレーザーが拡散するから、意図せずに壊していたなんてことも珍しくないね。ゲームキューブ版にはなかったり、プレステ2ではそこまで強力ではなかった PRL412 だが、Wii 版以降はさっき言ったぶっ壊れ性能になっている。フルチャージすることでオートエイムのレーザーが敵を襲うんだけど、チャージ前の閃光でも寄生体が外部に露出している敵を即死させることができるんだ。具体的には村長とかベルドゥーゴ、クラウザーだね。ラスボスのサドラーですらチャージせずに倒すことができるぞ。有識者からはこの武器を超えるものは今後出てこないだろうと言われるほどだ。残念ながら RE4 には登場していないのよね。そうだな。でもいつか登場することを信じているぜ。よし、今回はここまでだ。ゲームがぶっ壊されたと感じた人は高評価をよろしくね。とまあこんな感じでこのチャンネルでは、俺とジルの二人でバイオハザードの魅力的な情報を発信している。面白かったという方は、ぜひ高評価、チャンネル登録で応援していただけると大変嬉しいです。それでは最後までご視聴いただき、ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。それじゃあ、またねー。